皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学校の計算問題、今回は一次式高度係数についてお話します。 3a や -5x のように一つの文字と数の積で表されている項、これを一次の項と言います。 3a は文字が a、 そして数字が3、この掛け算で表していますから一次の項なんですね。 -5x も同じように x という文字と数字の -5、 これを掛け算しているので一次の項ということです。じゃあ一次式って何なのかというと、 6x+2、 このように一次の項、前の部分 6x の部分ですね、これと数の項の和、ここはプラス2の部分ですね、こういうものとか 8a のように一次の項だけでできているもの、こういう式を一次式、このように呼びます。では練習でこの6つの式の中で一次の式、これを見つけていきましょう。丸1番は2分の 1x、 一つの文字と数の積で表しているので、これは一次式ですよね。丸2、 ab-2、 これ a と b 2つの文字が入っていますよね。2つの文字を掛け出したものを二次の式というので、これは二次式になるのでこれは違います。3番、 x+5、 x の前には1が隠れていますよね。文字 x と数字の1を掛け算して、その後ろに数の和が来ているので、これは一次式ということになります。4番、 a2+3、 これはどうでしょう。これね、間違える人多いんですよ。文字って a しかないじゃない、ね、他の文字入っていない、ね、b とか c とか x とか y 入ってない a だけだから一次じゃないの。いや、これ違うんですよ。 a2 乗の意味を考えてください。 a2 乗というのは a×a、 文字2つを掛け算しているんですね。ですから a2 乗とあったら文字2つ掛け算していると考えて二次の式なので、これは一次式ではありません。5番、 3x-6、 ね、これ一次の項ですよね。これと-6と数字足し算しているので、これは一次式です。この-6の場合、ね、足し算に直すと 3x+-6 と、-6 を足し算しているって考えるんです。-6 は7、これ数字だけですね、文字入っていないので、これは違います。ですから正解は1番の2分の 1x、 3番の x+5、 そして5番の 3x-6、この3つになります。次は項と係数です。 2a-5 は 2a+-5、 このように表すことができますよね。この時 2a と括弧の中の -5、 これをこの式の項と言います。文字を含む項 2a ですね、この部分、これで文字の前にある数字、数字の2を a のこれ係数、このように呼びます。ではちょっと練習で確認していきますね。練習、括弧1、 8x+5、 括弧2が 3a-4、式の項を求めるとき簡単な方法があります。それは足し算引き算の記号の前にスラッシュを引いてみることです。 8x+5 の足すの前にスラッシュを引きます。2番だったら 3a-4 の引くの前にスラッシュを引きます。そうするとそのスラッシュで区切られた部分、これが式の項になるんですね。 8x+5 の 8x 前の部分と後ろのプラス5の5の部分ですね、これが 8x+5 の項になります。この時ね、正の項、このプラス5のね、足す5のプラスの部分ですね、この
場合は正の符号をつけない、こういうルールがあります。2番は3円引くんで、前の部分が3円、後ろの部分がスラッシュで区切られたマイナス4、こうなるんですけれど、負の符号の場合は必ず省略することができないんで、マイナスつけてください。正の項の場合は正の符号はつけない、ね、プラスはつけない。でも負の場合、負の項の場合は負の符号のマイナスは必ずつけると、このようにしてください。では括弧3番 5x プラス5スラッシュを引きますと、項は 5x と10となります。この式の文字の部分 5x の x の係数は x の前についている数字ですから5になります。括弧4番マイナス 6a たす1たすの記号の前にスラッシュを引いて項を分けます。前の部分はマイナス 6a、ね、式の項はマイナス 6a とプラス1でプラスはつけないので1となります。そして a の係数、 a の前についている数字のことですね、これはマイナス6ですから a の係数はマイナス6と、このようになるわけです。今回は一次式ってどんなものか、そして項と係数についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。